マイウェンはフランスパリ近郊でリラ出身の女優、映画監督、脚本家。2002年まではマイウェン・ルベスコ名義で活動していた。愛称ウィンウィン。女優のイジルド・ルベスコは妹。母は俳優のカトリーヌ・ベルコジャ。父親からはブルトン人とベトナム人。母親からはアルジェリアのカビル人の血を引く。3歳から子役として活動。 1981年5歳で映画デビュー。以後人気子役、若手女優として活躍する。1991年に映画プロデューサー、リュック・ベッソンと出会い女優業を一時中断。1993年にはベッソンとの間に一条を設けている。1994年ベッソン監督のレオンへの出演時は、ビンビン名であった。1997年に、 ベッソン制作の映画、フィフス・エレメントでは、異星人のオペラ歌手、ディーバを演じた。特殊メイクでの出演ではあったが、世界的には、これが彼女の代表作である。ベッソンとの破局後はフランスに戻り女優活動を再開。以後は、映画監督や制作もこなしている。2007年のセザール賞では、最優秀主演女優賞に、パーデンズ・モアの演技で、ノミネートされた。 2011年の監督作品、パリ警視庁未成年保護部隊は第64回カンヌ国際映画最新サイン賞に選ばれ、第37回セザール賞作品賞、監督賞、オリジナル脚本賞にノミネートされた。ありがとうございます。